皆さん、はじめまして。群馬大学オープンキャンパスグッデイ2021にご参加いただきありがとうございます。これから学生広報大使トークライブ理工学部編を始めたいと思います。この企画は群馬大学の在学生が高校生の皆さんからいただいたご質問にお答えしながら、在学生目線での群馬大学の魅力や大学生活のリアルな実態をお伝えするものです。群大生に聞いてみたいことがありましたら、ぜひ YouTube のチャット機能からお寄せください。まず出演者の自己紹介をさせていただきます。私は群馬大学理工学部化学生物科学科3年の太田実乃です。石川県出身で、今は寮で一人暮らしをしています。お願いします。はい、群馬大学理工学部電子情報理工学科3年の平山博夢です。出身が静岡県で一人暮らしをしています。高校の時はバスケットボール部に所属していて、今はサークルでもバスケットボールをやっています。今日はよろしくお願いします。群馬大学理工学部総合理工学科化学生物科学クラスの信澤かなと申します。出身は群馬県高崎市で、野球が好きなので、軟式野球のサークルに今所属しています。今日はよろしくお願いします。まずは私たちが群馬大学に入学した理由についてご紹介したいと思います。どうですか私はもともと科学が好きで科学を勉強したいと思ったんですけど、なんか理学部とか工学部とかどっちに入ったらいいんだろうって思ってて、でも群馬大学は理工学部だったので、まあ、悩んでたけど、あ、ここなら迷わずに入学できるなと思って入りました。どうですか。じゃあ僕は今電子情報理工学科っていうところにいるんですけど、中学か高校ぐらいの時からそのパソコンとかコンピューターのことにちょっと興味を持ち出して、それでそういう勉強ができる大学ってどこがあるんだろうっていうのを高校の時調べた時に、その中に群大の名前があって、でそこからはまあ受験勉強していくうちに自分がここに行きたいなって思いが強くなっていって、ここに来たっていう感じですね。はい。なるほど。はい。野村さんはどうですか。私は、まあ、先ほども言ったんですけど、出身が群馬なので、やっぱ群馬大学、地元の大学に入学したいという思いが強かったので、群大にしました。で、あと理工学部選んだ理由としては、高校生の頃から、ずっと理系クラスでやってきて、やっぱその勉強してきたことを活かせる、大学でも活かせるように、したいと思って、群馬大学の理工学部に入学しました。なるほど。じゃあ次のトークテーマに移りたいと思います。まずは理工学部への質問と理工学部の授業についてお話しします。はい、大丈夫。理工学部の質問、事前に質問をいただいていたので、それにいくつか答える形で進めていきます。そうですね、結構ね、いっぱいもらったんで、いっぱい質問いただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまずはどれから答えていきますか。いっぱいあるんで、いっぱいある、全部は答えれるかちょっと分かんないですけど、理工学部ではどのくらいの頻度で実験をしますかっていう質問があったんですけど、はい、火星はどうですか。火星は、本来は週2回なんですけれども、今はあのコロナの状況で、週1回、学科の人数半分にしてやってますね。
そんな感じです。火星は実験多いから。火星は実験多い。そう、週1回でもやっぱり結構多いかな。多い方印象かなと思いますね。そうですね。電浄はどうですか。電浄は火星ほどの実験はないんですけど、今はあの週に、2週間に1回程度、そのクラスを半分に分けて2週間に1回の頻度で実験はやってます、うん、そうですね。なんか電浄の実験っていうと想像できます。想像できないですね。何をしてるんですか。自分もどういう実験やんのかなっていうのはすごい最初分かんなくって、やっぱ実験っていうとさ、科学みたいなのとかそっちの方が親近感あると思うけど、電浄でもやっぱ実験っていうのがあって、まあ簡単な例を挙げると、あの数字をコンピューターの数字を使うことが多いんで、そのコンピューターで計算をするっていうのがどういうふうに計算してるのかみたいな回路を組んだりっていうのを電浄ではやってます、はい。そうですね、火星の実験の内容としては、本当に皆さんがご想像する通りのこうやってフラスコとか試験管を使って高校とかでも高校とかでやるような実験が多くて、大学ならではの科学の実験ってありますかね。やっぱ大学だと設備が整ってるので、なんかすごい高額な機械を使った実験もするよね。なんか1000万とか1000万とかする機械を使って実験とかは、まあ高校だとなかなか難しいかもね。難しいと思う。壊したら弁償。弁償。めちゃくちゃ先生にも言われてる。壊したらやばいって。あ、そうなんだ。念をされる。恐ろしいね。恐ろしい。他にも質問がいっぱいあるんで。質問いっぱいある、はい、理工学院の質問なんか答えたいな。チャットある。授業の、授業について高校との授業の違いはありますか。高校、なんか今まで高校生の授業ってなんか問題集を解いてなんか答えのあるようなものが多かったけど、なんか大学生ってなんかより考えるような、確かに、その答えを正確に出すっていうよりかは考えて、なんて言うんだろう、試行錯誤するみたいなことが多くて、なんか例えばそういう感じで言うと、そのある課題に対してその、まあ、図書館とかで本で調べて、でその本にまるっきり答えがあるわけじゃなくて、その書いてあることを中心に自分で考えるみたいな、そういう課題もあったりする感じ。どうだろう、自分で答えをなんか見つけるっていうか、答えを自分の答えを出すっていう勉強は多いと思う。授業で全体的に答えはこれがありますっていうのを求めてくっていう勉強をするより、求め方を勉強して、じゃあこういう問題があった時に、自分でどうやって求めますかみたいな授業が多いイメージですね、大学は。だから高校の知識あってのやっぱ大学なのかなっていうのはあると思うし、難しさっていうのはあると思います。ありますね、やっぱ難しいなって思うことは大学に入ってから何度もありましたね。ありますね。ありますね。なんか他にチャットで聞く。チャットでどんどん質問してください。してください、はい、お願いします。どんどん受け付けてるんで、はい、答えます。はい、じゃあどうかな。事前にもらってる質問だと、なりたい職業は何ですかっていう質問があるんですけど、みんなのなりたい職業は、なりたい職業はっきりありますかね。やっぱり、あ、いいですか。あ、どうぞ。はい、僕はさっきも大学に来た理由のところで中学高校ぐらいからコンピューターに興味があったっていうのがあるんですけど、まあ、その流れで
コンピューターにやっぱ興味を持って今勉強してるんで、そのコンピューターのプログラミングとかシステムを作るのとか、そういう職には就きたいなっていうふうに思ってるし、やっぱそういう勉強を大学の授業って自分で授業取れるんで、そういうことを学べる授業を取ったりはしてますね今は。どうですかそちらの方は。そうですね、やっぱり、その結構専門的な勉強なので、例えばなんか化学系とかで言うと、何ですかね、医薬品の開発とか、あと化粧品開発とか、まあ、開発につながる、まあ、職業に、つけたりすると思うので、やっぱり私自身も今までその、まあ、高校生の頃からですけど専門的に勉強してきたことを活かせるように、その、まあ、研究開発職に就きたいと、まあ、今思ってます。私はその大学で専門的な科学を今勉強してるんですけど、やっぱ人と関わることがすごく好きで、なんか人と関わる職業に就きたいなと思ってるので、なんか営業とかそれこそ広報とかそういう人と関わる仕事をして、まあ、科学の知識もそこで活かせたらなって考えてます。じゃあチャットが今来てるみたいなんで、ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。ありがたい、ね、どんどん、じゃあ読んでいいですか。はい、お願いします。これ2人に聞きたいんですけど、これ質問で、生物が好きで科学が少し苦手です、授業についていけますかっていう質問なんですけど、これはぜひ火星のお二人に聞きたいんですけど、ついてきます。私は実際あの高校で物理選択で生物をそこまでやってなかったんですよ。でやっぱ大学に入っても生物への苦手意識がすごいまだあるんですけど、なんか選択科目でなんだろうな、科学と生物のどっちかを選んだりとか、なんだなんていうんだろうな、自分でその好きな授業を選べるので、もし苦手意識があっても科学をめちゃくちゃ選んでいけばちょっと生物を避けられるっていうのもあるし、まあ大学に入ってから本当に先生がその優しいところから生物を高校生の知識のところから教えてくれたので、まあ苦手意識があっても克服するような授業、克服するような授業はいっぱいあるので、全然本当に苦手でも入れますよね。あ、そうですね、1年生の頃は、まあ、科学も、まあ、生物系も物理系も全部授業あるんですけれども、まあ、どれも最初は基礎的なところから、まあ、なんなら高校生の内容からやってくれたりするので、まあなんかその化学生物物理の中で、まあ、どれが苦手とかがあったとしても、まあそこまで、そうですね、そこまで大変ということはないかもしれないですね。そうですね、なんか授業についていけるかで言ったら、じゃあついていけると、授業でついていけるし、そこまで心配することない。もう科学が好きとか思ってたら絶対、まあ、そっち系のね、道進みたいって少しでも思うのであれば、全然ついていけると思います。全然ついていけると思います。生物が好きって言ってるんで、多分ね、生物の方は得意とか、生物の方が得意の、そう、科学が苦手で生物が好きって言ってるから、ごめんなさい、逆の方言っちゃう。でも逆もそうだよ ね、 だね、生物を科学は本当に基礎的なところがね、やっぱできないと、その先進めないっていうことだと思うので、本当に最初は基礎だから、そうだし ね、 大丈夫だね。ごめんなさい、ちょっと勘違いしちゃった。大丈夫大丈夫、まあ、好きって言ってくれてるからね、多分勉強は全然ついていけると思います。はい、じゃあそろそろ次に行きたいと思います。はい、次は学生生活についてです。はい、学生生活、学生生活、じゃあ早速チャットの方で来てるんですけど、県外から進学した人で、実家から通学、寮、アパートの各割合を知りたいですっていうことなんですけど、県外の
僕ら二人。そうだね。県外で。割合。実家はいないよね。実家はいない。あ、でもいるのかな。埼玉北部ぐらいだ。あと栃木ぐらいだったら。あ、そっか。通えるっちゃ通えるね。確かに。確かに。うん、まあもっと遠い、2人はね遠いから、そうだね、完全にちょっと4時間ぐらいかかるね、多分実家から通ったら。だからそういう遠くからの、遠くの県外の人とかは多分ね、寮とかアパートで暮らしてる人が多いですね。うん、僕らは寮で、寮で、はい、前橋の1年目も寮で、寮で今も寮で生活してます。めちゃくちゃ寮で。アパートの人も結構多いですよね。うん、はい、結構な割合でアパートで、寮はどっちかっていうと少数派ですね。一人暮らししてる人は大半はアパートで暮らしてる人が多いかもしれない、うん、そうですね、うん、なんかまあ一個ちょっと気になる点としては、うん、寮と一人暮らしのアパートってどう違うのか気になる、うん、なるほどね。実家暮らし勢としては確かに、うん、確かに、うん、そうだね、うん、まあ、寮って軍大に今2つあって、うん、前橋の養親寮っていうのと桐生にある慶親寮っていうのがあって、まあ、理工学部の人も1年目は前橋に通うから、まあ、寮入るとしたら最初は養親寮に入るんですけど、養親寮の方は、まあ、教養っていうかその共同生活っていう感じの面が結構強めなんで、そうですね、共用のキッチン使ったりとか共用のトイレ使ったりとかっていうのがあるんで、そこは多分アパートの人とはだいぶ違う感じになってると思います。逆に軽診療の方は、軽診療の方も共用部分っていうのがあって、それとは別で軽診療の中に、アパートと同じようなワンルームで生活できる空間もあるんで、うん、僕は今ワンルームの方に生活してて、太田さんもワンルームワンルームの方、はい、そっちで生活してる分にはそこまでね、うん、アパートと変わることはないないですよね。ほとんど同じですね、うん、ほとんど同じです。寮とアパートの違い、うん、前橋の養親寮はちょっと共用の部分があるんで、うん、アパートとは違う部分も出てくるけど、そこまで変わることはないです。変わることはないですね、はい。質問の方ありがとうございます。ありがとうございます。どんどんね拾っていくんで、はい、と質問してください。はい、じゃあ次の質問いいですか。はい、大学生活に期待していたことは今かなっていますか。期待していたこと。期待してたこと。期待してたこと。なるほど。何だろう。何期待してました。どういうことの期待してたっていうのは。期待してた。そうだな。あ、でも大学生活で一人暮らしをしたいっていう思いがあって、うん、それこそ寮に入って、なんだろう、それは実現できたかなって思って、うん、確かに、うん、うん、そうね、一人暮らしするってなると割と自由がね、そうそう多いから、そうだね、なんかやりたいこと、うん、期待していたこと、期待してたっていうのはもう、ね、自分でやろうと思えばいくらでもやれるし、例えばなんだろうな、例えばなんだろう、大学生活に期待していること、もうずっと勉強してたいみたいな人だったら、まあ、大学にいるって勉強もできるし、授業終わった後に例えば図書館で勉強する、図書館も確か遅い時間まで空いてる、7時ぐらいまで、そうだよね、空いてるからそこで勉強して帰ってから勉強するみたいな感じにする人もいるし、うん、逆にあの勉強、授業以外のところではいっぱい遊びに行ったりしたいっていう時も全然遊びに行けるんで、期待していたことは今かな、自分たちが、僕らが叶ってるかって言ったら、わりかし叶ってることの方が多いかなっていう気はしますね、うんうん、はい、そうだね。なんか実家暮らしで、実家暮らし期待してること、うん、まあ、実家暮らしだと、まあ、基本的に生活はあんまり変わらないんですけど、まあ、大学っていうとやっぱりそのなんかいろんな県からみんな集まるので、その交友関係の幅を広げたいなとは入学する前に思ってたんですけれども、
やっぱり、まあ、この2人もあの群馬県以外の、ところから来てて、でも実際に私の、クラスの子にも、県外の子多いので、あのそういう交友関係を広げたいっていう、まあ、そういう期待としては、すごく叶えられると思います。はい、そんな感じ。確かにいろんな県のところから来てる人がいるので、そうね、そうですね、なんかその他の県の人と話すといろいろ違って面白かったりするので、ね、うん、そこがやっぱ高校生との時とも違う部分にもなるかなと思います、うんうん、はい、という感じで、はい、うん、大丈夫かな質問してくれたリコさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、なんか2人の方からも質問どんどん拾ってもらって、はい、ちょっと私見れてなくて、あ、じゃあ私なんかありそう、どっかの、まあ、学校学生生活でいうと、うん、みーさんかな、みーさんっていうのかな、うんうんうん、チャットありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。桐生キャンパスの周辺を見に行ったのですが、少し寂しい印象を持ち暮らすことが不安になりました。実際に暮らしてみてどうですかってことなんですけど、はいはい、寂しい最初は寂しかったかもしれない。そうね、実際前橋で荒巻に1年通って、うん、こっちに来るとギャップはだいぶあるかもしれない。だいぶあったよね、うん、でも桐生には桐生の良さが本当にあるんで、うん、なんだろうな、例えば私はすごいカフェに行くのが好きで、うん、なんかすごいなんて言っちゃわかんないけど、なんかおしゃれなカフェが桐生に何軒かあって、うん、パフェ食べれたりとか、うん、ケーキ食べれたりとかするので、うん、なんだろう、息抜きできるところはあるよね。うん、確かに。寂しいっていう言い方がどういうことなのかちょっと、うん、あれだけど、人が少ないとか、人が少ないとか、うん、山に囲まれてるっていうのは、山に囲まれてる、そうね、うん、そういうところはあるかもしれないけど、その中でもやっぱいいところはね、いっぱいある、うん、そうね、いっぱいあります、いっぱいあるよね、カエルが鳴いてるなとか。そういう意味ではまあ自然が豊かってことで、うん、そう、自然が豊かだね、うん、はい、だからそう、なんかやっぱ静かだから落ち着いて勉強できるっていうのはあるかもしれないけど、うん、うんうんうん、と思います。はい、ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。次はどうしよう、なんか見れないんで大丈夫、なんかありますか。ちょっとじゃあいいですか、はい、山さんからいただいた質問で、はい、近郊にバイト先は多くありますか、またどんなバイトをしていますかっていう話が出てます。うそうですね、これはあれなのかな、近郊っていうのは近くに、近くこっちの桐生のことでいいのかな、うーん、いっぱい先ね、いっぱい近くってなるとどれぐらいを近くっていうのかにもよるけど、歩いて行けるぐらいの距離だと、まあ、コンビニとかスーパーとかが多いかな、ね、スーパーでバイトしてる人ほとんど軍大生みたいな、そうそうそう、スーパー行ったら友達いるみたいな、友達いるみたいな、結構ありがち、うん、あとはまあ自転車とか車とか持ってる人とかだと、もう少し遠くの方まで行って、なんか自分のやりたいバイトするっていう人もいるし、まあ、自転車ぐらいあったら行けるところ結構増えるから、うん、増える。私もあの桐生駅のところの塾でバイトしてるんですけど、うんうん、まあ自転車とかバスとか、まあ、そんなに遠くないんで、まあある分にはありますね、うん、塾は多いですね、駅前に。そうね、駅周りは塾多いイメージある、うん、じゃあ、次、さっきの、まあ、質問にちょっと関連してると思うんですけど、はいはい、アッさんから、一人暮らしでバイト勉強を両立できますかということで、どうですか。どうですか。バイトと勉強の両立はできます。できます。もうこれは断言します。できます。できます。そうですね、バイトと勉強の両立、なんかね、割と大学入って最初の方は両立できるか分かんないかなみたいな言う人結構ね
いるんですけど、やっぱねやってみると意外とねどうにかなっちゃう、どうにかなっちゃうっていうところはあるし、あとバイトの場合も多分自分学生なんでみたいに言えば、うん、シフトの融通は多分聞くところが多いと思うんで、ね、そう大学生、まあ、軍隊の周りでバイトするってなったらこの人軍隊生だなってバイト先も思ってくれて、うん、配慮してくれるところとかあると思うから、例えばテスト前はちょっとシフト減らしてとか、うん、もう今週はなしみたいな風にしても、うん、それで勉強に専念するっていうのでもそれは全然両立できてるって言えると思うし、うん、両立はねできます、全然できますね、うん、ね、私の場合はあの本当になんか課題が手一杯になっちゃうとなんかもうそれしか考えられないようなタイプで、うん、なんかもともとあんまりアルバイトをしたくないタイプなんですよ、うんうん、だから本当に週2回にして土日はもう絶対バイトをしないことにして、なんかゆっくりできる時間もありバイトもちょっとして、まあ一人暮らしはちゃんとできてるよっていう状態にしてます。いいね、なんかスケジュールで管理ちゃんとできてるのは、うん、それこそ両立できてるっていう感じはありますね、うん、まあ、人によってやっぱそのこなせる量が違うと思うんで、うんうんうん、そこはシフト調整してって感じにしたら両立できるかなって、ね、そうですね、ちょっとありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあそろそろ次のトークテーマに移ります。はい、次は群馬大学に進学して良かったことです。良かったこと。良かったこと。危ない危ない危ない。オッケーオッケー。群馬大学に進学して良かったこと。進学して良かったこと。まあ遠くから来た自分としては知らない場所の友達がいっぱいできたっていうのはね。うん。そうだね。そう。一番多いのはやっぱ群馬県内の人が多いんだけど、いろんなところから人が集まるので、そういった人たちと友達になって自分の知らない話とか聞けるのは面白いなって思うし、そこはね群大に来てよかったなって思います。うん、確かに、はい、どうですか。私が群大に来てよかったなって思うのは、なんかそれこそなんだろう、この今やってるのが学生広報大使っていう活動なんですけど、なんかもともとそういう人と関わることが好きで、なんか人に何かを伝えるっていうことをすごくしたくて、そしたら群馬大学に入ったらその大学生がその大学の広報をするっていうのがすごい面白いなと思って、それに活動、その活動ができたことが一番自分にとって良かったなって思ってますね。はい、うん、いろんな経験、なんだろう、あと、まあ、学生広報大使以外にも、なんかやっぱりその何ですか、サークル活動とかも結構活発にやってたり、結構学生が活発に、まあ、活動してる、ことも、まあ、たくさんあるかなと思いますね。そうだね。あとは、軍大に入って良かったことは、まあ、ちょっと私もその、高校生の時とかはそのやっぱり理工学部っていうとすごい勉強が難しいイメージがあったんですけども、まあ、実際その大学入学して、授業の内容とかでも、やっぱ先生が丁寧に、教えてくださるので、そこまで、置いてかれるみたいなことは全然なくて、あとは今実験とか、まあ、基礎実験みたいな実習とかやってても、先輩が教えてくれるんですけど、まあ、やっぱその先生も先輩も、やっぱりその親身になって教えてくれるところがやっぱ一番いいかなと思います。はい。本当に親身だよね。本当にもうなんか質問しに研究室に行ったら、もう答えてくれるみたいな、こんなに大学の先生と生徒の距離って近いんだって思ったのは驚いたことかなって
ね、そこは本当に、うん、まあ結構不安だったけど、うん、すごい良かった部分かなと思います、うん、まあ、雰囲気とか大学の雰囲気とかってどう？なんだろう、軍大の雰囲気、うん、なんだろう、雰囲気か、まあ、ちょ他の大学が分からないけど、あのやっぱなんだろう、落ち着いてるっていうか、うん、なんか、うん、みんなその割とすぐ仲良くなれたりとか ね、 そうだね、するし、本当に優しくていい人が多いから、うん、そう。雰囲気もね、雰囲気がね、すごい温かくて、うん、本当に一人でその石川から群馬に来てすごい心配だったけど、うん、本当にみんな優しいからすぐ友達になれたし、うん、うん、本当に優しくて温かくて、でなんか学生の中で何かやろうみたいな感じになった時に、うんうん、にまあ、そうなりやすい人が多いっていうのもあるし、うん、なった時にすごい楽しいみたいな雰囲気とかあるんで、うん、なんかあの太田さんみたいに一人で群馬に来て不安とかね、うん、ある人もいるかもしれないけど、雰囲気的にはすごいいいところだから、うん、ぜひ入ってほしい、ぜひ来てほしいです、ね、はい、そこは良かったかも、結構人間関係で良かったかも、良かったかも、うん、軍大に入ってから夢が見つかりましたか？軍大に入ってから夢、夢、うん、夢ね、そうだな、やっぱりあのなんか、まあ、自分の話ですけどなんか高校生の頃とかはあんまりその将来について具体的になんか考えたりとかは、できなかったんですけど、やっぱ大学入ると、まあ、授業とかでもそうなんですけど、あのなんだろう、なんか進路に関する授業とかもあるので、うん、そういうのを受けてみると、まあ、具体的にこれから自分がどういう、まあ、キャリアを、まあ、描くかっていうのが、まあ、なんとなく、うん、見えてきたかな。それこそさっき、なんだっけ、研究開発職に、まあ、就きたいと思ったのもやっぱりその、大学で勉強していく中でそのね、例えばちょっともっと簡単に言うと、なんか実験が楽しいからあの仕事でもこういう実験を生かした仕事がつきたいとかっていうふうに思ってきたので、うん、そうですね、目標を立てるっていうのはやっぱそういう学びの中であったかなと思います、うん、確かに見つかりました、夢、そうですね、もともと夢持って僕は大学に来たんで、うん、その詳しくなんか詳細を知れたっていうのかな、うん、実際にじゃあ、まあ、僕の場合はプログラマーになりたいっていうのがあって、プログラマーでじゃあどういうことをするのとか、プログラマーにもいろんな種類があるんだよっていうこととか、プログラマー以外にもいろんな仕事があってっていう細かいことを知れたので、そういう将来の夢をやっぱ見つけるっていうことはやっぱできたのかなって思います、うん、確かに詳しく知れますよね、そう詳しく知れたっていうのはね、高校生の時にこういう自分になりたいなって思ってたのよりも、大学に入ってからやっぱいろんな友達とかと同じ夢を持ってる友達とかもいたし、あの授業を聞いてる中でとかでもそういう将来について考えられるっていうのがやっぱり多かったですね、そういう機会が、はい、そうですね、そんな感じでっていうのが大学の雰囲気かな、うん、質問で今チャットの方で、共通テストでどれくらいの点数を取ればいいのか、ある程度のラインが知りたいですっていうのが今来てたんですけど、うん、共通テスト、僕らはセンター試験、センター世代なんです、まあ、センター世代だけど、まあ、一緒かな、うん、そうですね、うん、どれぐらい、どれぐらい具体的な数字、数字、何点だったかな、まあでも割と自分はどのくらいって、やっぱ受けてみないと分かんないじゃん、受けてみないとだし、うん、その前に模試っていうのもあると思うから、そこの判定をやっぱ参考にするっていうのは大事だと思います、まあ、詳しくは、うん、あの入試要項学生募集っていうのが、うん、
あのホームページの方にあると思うので、そちらの方も確認していただけると嬉しいです、はい、お願いします、はい。じゃあ次のトークテーマに移りたいと思います、はい。次はそうですね、さっきに関連されてるんですけど、受験勉強っていうトークテーマです、はいはい。皆さん受験勉強、あ、また倒れちゃった全然ダメだ。受験勉強、高3とかかな、受験勉強、そうね、どういうふうに、どうなんだろう、いつ頃から受験勉強って意識して始めました。やっぱり自分はその夏休み前とかですかね。なんか夏休みとかはなんか毎日学校通って、あのなんか自習室みたいなところで勉強してたんですけど、まあ、そんな感じそんな感じいつ頃から意識しましたか。そうですね、学校、高校のその中でいつだったかな、こうやっぱ3年生が始まるぐらいの時から受験に向けてっていうなんか意識が、まあ、クラス全体でも学年全体でも高まったんで、自分から自分の場合は受験勉強始めなきゃなってなるよりも、学校の方でそういう雰囲気になって、あ、じゃあ始めるかってなった方が先だったんで。なるほど。そうですね、受験勉強、私もあの部活が秋頃までやらなきゃいけなくて、その秋まで部活があるってことに焦りを感じてたので、はいはい、高3の春から、まあ、しっかり自分なりに勉強を始めましたね。そのやばい、みんな部活夏で終わってるのに秋まであるみたいな焦りがすごくて、でも全然なんか結局そんな焦る必要もなかったなって後から、なんか夏でも夏から始めたら始めても遅くなかったなって思いました、なるほど、まあ、あとは軍大に、まあ、入りたいのであれば、そのどうなんだろう、センター試験の時は、あのもう国語も社会も全教科、そうだね、まんべんなくその教センター試験の時はその勉強しなきゃいけなかったので、そこは、やっぱりちょっと苦手な教科がある人はそこをやっぱ重点的に勉強していった方がいいかなとは思いますね、はい、そうだね。あ、チャットありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ読んでいいですか。お願いします。佐川さんっていう方からで、夏休みやる気出なくて困ってます、どうやってやる気を出してましたか、夏から始めた太田さん夏から始めた太田さんいやね、私の場合は本当にほとんど学校に通い詰めてたんですけど、コロナだからどうなんだろう、行けるのかな、行けるのかな、でも例えば図書館とか、なんか家だと本当に集中力が切れてしまってダメだったので、人の目があるところに行って自分を奮い立たせて、なんていうんだろう、人の目を気にしながら、まあ、集中するみたいな感じでやってましたね。夏から、夏休みにねだらけたくなっちゃうよね、そう、自分はだらけた方なんですよ夏休みだらけて、あの先に言っとくと、だらけると後々大変なのはこれは事実、大変、実際大変、そうだね、そうと思ってれば、自分でっていう僕の経験談をちょっと参考にしてくれると嬉しいです。でやる気出ないって、やっぱ夏休みってめっちゃみんなやるっていうイメージあるから、プレッシャーになっちゃうと思うんだけど、なんかそこまでプレッシャーに思わなくて大丈夫だと思います。夏休みだからめちゃくちゃやんなきゃとか、夏休みだから特別なことをしないとみたいに思うのも大事だけど、でもやっぱり今までやってきた勉強の積み重ねっていうのが受験にやっぱ響いてくるから、そうですね、やっぱコツコツと積み重ねるのがすごいね、不安だと思うけど、こんなことやってていいのかなって思ったりあるかもしれないけど、やっぱ続けていくっていうのは大事だと思うから、コ
コツコツねできるのが一番コツコツいいよね。それが、うん、夏休みはね大事かな。うん、うん、大事だね。はい、ありがとうございます。チャットありがとうございます。ありがとうございます。一日どれくらい勉強してましたか。一日どのくらい。リンさんかな。うん、はい、来てますけど。じゃあ今頃夏休み始まる夏休みぐらいかな。夏休みの頃。今チャット送ってくれるのは受験生の人が多いと思うんで。うん、そうだね。夏休みか。うん、どうだった？まあ、うん、私はまあさっきもねちょっと学校に行ったりして勉強してたって話だったんですけど、うん、まあ、それこそ学校が開く時間から閉まる時間まではいました。うんうん、それで。うん、だからどれぐらいなんだろう、何時間って言われるとちょっと分かんないんですけど、うん、まあだから朝から夕方ぐらいまでは学校にいて、うん、結構勉強してましたね。うん私も同じかな、うん、朝から本当にいつも通りの学校みたいな時間から学校に行って、うん、夕方まで5時ぐらいまで勉強するって感じでした。平山くんはどうですか？同じかな。自分はもう、まあ、学校行って勉強して、で学校行けばまあ先生いるから聞くことも聞けるし、うんうん、勉強、まあ、時間で言うとそうだな、大体夏休みだと1日、うん、まあ4時間かな。あんまり自分はしてない方かもしれないけど、そうだよね、多分4時間だと足んないかな。うん、うんうん、そうね、6、7時間、いや、うん、1日トータルだと8時間とか9時間とかしてる人もいるのかな。結構いると思う、うんうん、そうですね、それぐらい勉強してました、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあどんどん、はい、いきますね。お願いします。あさんから、はい、本番緊張していて本領発揮できるか心配です試験当日気をつけていたことはありますかってことです。あ、これいいですか、はい、私すごい緊張しいなんですけど、ちょっと特策があって、その1日のスケジュールを前日に頭の中で予行練習するんですよ、はい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 、で予行練習して不安なところのポイントを見つけ出しといて、もしそれが起こったらこうしようって解決方法を先にもう決めといちゃうんですよ、うん、そしたらもし何かあったとしても絶対に大丈夫っていう気持ちになるので、本当受験生の時はもしだとしたら明日は朝ごはん食べて学校、その模試の会場まで行く時にもしバスに乗れなかったらこっちの経由でこう行こうとか、そういうなんかそういう細かいところまで本当に考える、うん、まあ、ちょっとやりすぎだけど本当に不安な方はちょっとおすすめです、うん、まあちょっと大変だけど、うん、みんなはどうだった、不安になる方、うん、ちょっと私は、うん、あの入試本番の時ちょっとこれ大問題なんですけど、あの時計を忘れまして、あ大変だ、本当に焦りました、うん、その時はね、でも逆にそれで力が抜けたみたいなこともあるんですけど、うん、まあ何ですかね、まあ、そういうことはあっちゃいけないんですけどあの、まあ、アドバイスとしてはそのなんだろうな、まあ、緊張しないためにはなんかその完璧にそのできなきゃダメだとか、まあ、なんか自分を追い込んじゃうとどんどん緊張しちゃうと思うので、まあ、ある程度これぐらいできればいいやみたいな、そういう心持ちで臨んでた方がいいかなと、うん、私はもう時計を忘れてあいやダメかもってちょっと思ったから逆に力が抜けたみたいなところがあるので、うん、まあ、完璧にやろうとしないことが大事かなと思います。そうだね、なんとかなるもんね、うん、結局は、うん、どう？僕はすごい独特な考え方かもしれないんですけど、うん、会場に、まあ、いっぱい人が集まるわけじゃん、自分以外の受験者もいるんで、うん、その人たちをよりも自分の方が頭いいぞって思い込んでもう、あ、この問題解けた、あ、俺の方が俺が一番に解けたぐらいに思って、やっぱ強気でいくっていうのは空回りしない程度に強気でいって、うん、やっぱそこまで受験勉強ってやっぱある程度みんなやってきてると思うから、変に
構えすぎないでやるのが一番いいかなって思います。そうすればね、全然本領発揮できると思うし、自信を持って自信を持ってやれるのが一番いいかなって思いますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいっぱい来てるんでどんどん行きますね。ゆいさんからで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、スーさんが選択制なんですけど、スーさん取ってなくても大学入ってから大丈夫なんでしょうか。スーさんはみんな取ってた。取ってたか。選択制。今はちょっとまた、ね、募集要項を確認していただきたいんですけども、はいはいはい、まあその軍大の二次試験っていうの、で。一般の試験で通算使う使った気持ち使わなくてもでもなんか範囲には入って大学の1年生の時になんか物理を習ってなかった人用の物理基礎とか、数学通算をやってなかった人用の数学基礎みたいなのをやる機会があって、うん、それは選べるので、うん、もし数三を習ってなかったとしてもそこで選べるから、うん、それは大丈夫だと思います。入試は、まあ、ちょっと詳しくは募集要項を確認していただいて、募集要項お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。じゃあチャットどんどん読んでいきますね。お願いします。はい、マサシさんかな、山口マサシさんでいいのかな。5教科7科目仕上げるのは大変だと思いますが、文系科目いつからやりましたかって、すごい刺さる ね、 すごいね、刺さる、昔の自分に刺さる確かに文系科目は要は理系の人だったら国語と社会の選択、うん、ね、そうだね、うん、どうかな、国語どうだった、いつからやった。私はまあセンター直前っていうか、まあ、冬、秋冬ぐらいになって、やっぱ特に社会系科目なんですけど、うん、やっぱり覚えることが多いものはなんか最後の最後まで点数が伸びるって言われてたので、本当に最後の最後まで諦めず、そこの文系科目については、まあ、社会とか、あと国語だと古典の単語とかは、そこはそのギリギリまで結構勉強してたかなと思います。そうだね、なんか本当にそのいつから勉強したっていうよりかは、秋頃までは定期テストがあると思うんで、それでしっかり文系科目はやってって、ね、本当にセンター前、共通テスト前に追い込んで文系教科をやるっていう感じでやってましたね、うんうん、そうですね。自分は多分逆で、逆なんだ、夏休みに確か国語と、うん、まあ、選択社会地理取ってたんですけど、国語と地理を確か夏休みに詰め込んでってやった気がする、授業も確か地理は秋ぐらいまで範囲終わってなかったけど、でも夏休みにその先生がセンター対策地理みたいなのをやってくれて、そこでやってくれたから、あとは夏休みにその結構詰め込んだのを、そこのあとセンター本番まで、今共通テストが本番までに自分の中で繰り返し暗記して詰め込むっていうやり方をしてたんで、わりかしおすすめですこのやり方いいかもね、一回詰め込んでから後で確認するっていうのはおすすめなんで、いいかもしれない、そう、よかったらやってみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リンさんからもう一回、さっき1日どれぐらい勉強してましたかっていう質問があったんですけど、うん、加えて2年の夏休みの勉強についても教えてほしいです、うん、で夏休み、2年の夏休みはどうでした皆さん2年の夏休みかけど、うん、記憶がね、記憶が昔なんか部活三昧だった思いしかないから、ね、なんかその時期から受験意識してたっていうのはあんまりないかもしれない、うん、ないな、ね、自分は。でも最低限はその例えば英語とかっていうのは結構積み重ねだと思うので、うん、まあ、最低限その
学校でやってる内容とかは、完璧って言うとあれだけど復習できてると2年生のうちはいいかなと思います。習ったことをちゃんと完璧にできるように積み重ねるっていうのが大事かな、うん、2年生の時期は、うん、そうだね、はい、じゃあ次のトークテーマにそろそろ移ります。はい、次はサークルアルバイトについてです。はいはい、みんなサークル入ってるんだっけ。入ってます。入ってます。どれぐらいの頻度でやってるんですか。私入ってないんです分かんないんですけどそうか、頻度は私は週2ですね。で、一応その他のキャンパスと合同のサークルなので、もう一個この桐生キャンパスの他に荒牧キャンパスでも活動してるので、そこと、まあ、週1ぐらい1回1回ぐらいで週2でやってます、うん、はい、自分のとこも自分は、バスケットのサークル入ってるんですけど、自分のとこも週2で、ただ体育館が今取れない時期とかあるんで、うん、そういう時期はまあ週1になったりするけど、基本週2ぐらいの頻度でやってます。前橋荒牧でやってるサークルなんで、まあ、1時間ぐらいかけて行ってるんですけど、それぐらいでやってますねサークルは、うん、そうなんですね。アルバイトは、まあ、さっきもちょっと話出たけど、うんうんうん、私はアルバイトは家庭教師やってまして、うん、今この車通学でこっちに来てるので、やっぱその車で、移動できる、まあ、家庭教師のバイトを今やってます、まあ、頻度は週3でやってて、うん、まあそういう家庭教師とかあと塾とかもかな、うん、なんか短い時間でできるバイトなので、まあ、私もちょっと高崎から桐生に来てるので、1時間ぐらいかかるんですけど、まあ、そんな移動時間があっても、バイトは今のところできてるので、うん、まあ、そういう時間が心配な方はこういうバイト家庭教師とか塾とかもおすすめです、うん、そうだね、うん、サークルアルバイトしながら課題とかレポートとかできてますか。うん、うん、できてるかな。さっきも言ったけど、うん、やっぱ自分でその勉強、例えば課題が今いっぱいあるから、うん、バイトの量減らしたりとか、サークルぐらいだったらちょっと緩いところもあるんで、そうだね、まあ今日はちょっとお休みしようかなっていうのもできるから、うんうん、そこはもう自分とのさじ加減で全然どうにでもなるし、両立、そうですね、まあ、一番はちゃんと毎日勉強して課題に追われないのがいいんだけど、うん、やっぱりどうしても大変になっちゃう時とかもあると思うんで、そうなった時は自分で融通聞かせてうまいこと管理はできるんで、うん、全然課題やっていけますね、うん、自分は、まあ、そのさっき言ったサークルとアルバイト大体週3日ぐらい、うん、で結構、まあ、多い時だともうちょいバイト入れる時もあるんで、そうなると、まあ、課題大変な時は大変だけど、うん、まあ、大変になってきたらちょっと減らしてくださいっていう風にしたりしてるんで、そういう風にやっていけば全然できると思います、うん、はい、実家通いでアルバイトしてサークルしてたけど、うん、両立はできてる、うん、そうですね、まあ、時間が、まあ、結構ね足りないように思われるかもしれないんですけど、やっぱ基本的にそのバイトも短い時間でできるものだし、サークルもその毎回参加しなきゃいけないってことでもないですし、っていうふうに考えると、その課題も、こなしつつ勉強もしつつっていうのはできます、まあ、ただその勉強とか課題はやっぱり優先した方がいいので、まあ、そこは大学入ってみて、まあ、通うにしても一人暮らしするにしても、自分が課題とか勉強優先できるように、バイト選んだりとかサークル選んだりっていうのは大事かなと思います、うん、そうだ、自分で本当に選べるので、なんだろうな、大変だと思ったら減らしたりとか、本当に
自分で考えながら試行錯誤しながら進めてっていけば、うん、全然両立はできると思います。そうね、サークルなんかはいろんな種類あるから ね、どうやっていっぱいある選んだ。なんかクラスター紹介が最初に入学してすぐぐらいにあって、そこでいろんな紹介見て、まあ、自分はもともとバスケやってたからバスケやりたいなって思ってて、であと意外とそのなんだろう、サークル以外にもなんか大学公認のサークルじゃないけど、うんうんうん、個人的になんか、まあ、バスケの場合だったら社会人のバスケのチームとかで一緒に練習したりとかっていう機会もあるんで、まあ、そこもサークルからなんかサークルの先輩に誘ってもらってっていう風にあったんで、そういうところではやっぱいろんな機会があるんで、サークルは興味があったらなんか新刊とか、うん、あるんで、そういうのもどんどん行ったらいいんじゃないかなって思いますね、うん、今年は YouTube にそのサークルの紹介動画があるそうなので、うん、ぜひ見てください。はい、お願いします。なんか他にもチャットとかあったら皆さん質問とかもどんどん受け付けているので、来てもらって大丈夫ですのでお願いします。ちょっとあれなんですけど、はい、障害学生のサポートについてちょっとお話があって、はい、とサポート体制として群馬大学内に障害学生サポートルームっていうところがあるそうです。とそこにとそこでは聴覚障害に限らず様々な支援を行っています。主にパソコンテイクという方法を使って聴覚障害学生のサポートを行っています。音声情報を要約せず全ての情報を伝えています。コロナ禍でオンライン授業になっても支援方法を変えながら今までと同じように支援ができています。詳しくは障害学生サポートルームのホームページが随時更新されているのでそちらをご覧ください。はい、うん、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたが、お楽しみいただけましたか？群馬大学について質問したいことがある場合は個別相談のページをご覧ください。このトークライブの感想はオープンキャンパスグッデイ2021特設サイトのアンケートフォームからお願いします。またハッシュタグ群馬大学グッデイをつけて SNS でもぜひシェアしてください。それでは学生広報大使トークライブ理工学部編を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。